こちらご覧いただいてますのがコダックが誇る、インクジェットの最新製品となります。プロスパーセンプレスというモノクロの両面、輪転機となります。で今回の展示はですね、ロールトゥーロールの仕様で、印刷したものを最終的に巻き取っています。で、実際にそこで作った印刷のサンプルがこちらの冊子になります。この中にはですね、小説ですとかコミックですとかマニュアルですとか、まあ、そういったあのモノクロでよく刷られている印刷物を一つのサンプル集として、仕上げています。実際このサンプルを、ここでライブでお客様にご紹介をしておりますので、実際その様子をご覧いただきたいと思います。はい、では実際に、機械内部の構造をご紹介していきたいと思います。まずこちらが表面用の印字をする最初の表面用のプリントヘッド、そこを通過した後にドライヤーで乾燥させます。で、用紙をこちらで反転させた後に裏面用の印字をする裏面のインクジェットヘッドがこちらです。そして同じく裏面を乾燥させて最後に品質をチェックするイメージクオリティシステムを通って用紙が排出されていくという流れになります。プロスパープレスは最高スピード、毎分200メートルの印字速度が可能です。今ご覧いただいていますのは最高速度200メートルでの印字をライブのデモでご覧いただいています。こちらが実際にプロスパー1000の内部に搭載していますインクジェットのヘッドそのものになります。内部にはですね、これが一つのヘッドなんですけども、実際には 1,2,3,4,5,6 と6個のヘッドが入って、表面そして裏面、合計12個ですね、12個のヘッドを搭載して、表面と裏面両方印字しています。で最大印字幅は 622.3mm なんですけども、この6個のヘッドでその最大幅を印字することが可能です。こちらはプロスパープレスと、接続する後加工のソリューションをご紹介しているパネルです。ちょっと中身についてご紹介したいと思います。今回の展示はロールトゥーロールの仕様で、ロールを巻き取ってしまっていますが、実際にはですね、ロールからシートカットしたり、折り加工したり、あるいは、最後の製本まで、一気通貫で一つの製本ラインを、組んでいくこともできます。例えばプレスパープレスと、接続実績のある、後加工機としては、フンケラーさんですとかミューラーマルティーニさんですとか、あと国内ですと太陽機械さんとか、そういった後加工機のソリューションと組み合わせた形で、プロスパープレスをお客様にご紹介ご提案をしています。このプロスパー1000プレスでですね、コダックは皆様の新しいビジネスモデルを作るお手伝いを、ぜひ一緒にやらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。